続いては天才モノマネ女王が前代未聞のモノマネメドレーを披露します。モノマネクイーン荒牧陽子。今モノマネ界を席巻している天才モノマネアーティスト荒牧陽子。波乱爆笑では1時間丸ごと荒牧を特集。その中で高校時代にのど自慢大会に出場した秘蔵映像も公開。うまかったんだけどね。当時から抜群の歌唱力。今回荒牧が挑戦するのは CD と聴き比べメドレーに挑戦します。本物の CD 音源と交互に歌って本物そっくりに歌い上げます。まず本物の CD を流し、その続きを荒牧が歌う。しかしこの CD と聴き比べ、本物との違いがはっきりと浮き彫りになるため、モノマネタレントが最もやりたがらないパフォーマンス。いかに難しいか、ミスターモノマネコロッケに聞いてみた。それやれたらすごいな。それやった人誰もいないですよ。似てないのバレちゃう。芸じゃないですよね。究極のモノマネエンターテイメントですね。しかも今回荒牧はなんと10曲メドレーで聴き比べ。今まで歌ってきたレパートリーの中の最高の10曲を持ってきました。荒牧陽子。Thank you.
聞いてるみたいでした ね、 そうね、どっちがどっちだか分かんない感じでしたね。ギターが荒牧さんの歌始めた瞬間鳥肌立ちましたね。本当ですか？似てて、ありがとうございます。こうするとほんまに改めてやっぱりすごいなっていうのをすごく分かりますね。ありがとうございます。だって倖田來未さんがいや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 別々にやったでしょ。どっちのいやいやかもう全く分かんないから分かんないですね。テレビ見てる人は口パクだと思うぐらい似てる。本当ですか？嬉しいです。すごいです。さあ、では行きましょうか。行きますか。果たして今のパフォーマンスにいくら払うのか。ギャラを決めるのはあなた。センタープライス。果たして300人の観客はこのパフォーマンスに自腹でいくらのギャラを払うのか。果たしてモノマネクイーン荒牧陽子のギャラはいくらになるのか。合計金額が出ました。見てみましょう。1、10、100、1000、10000、100万。22万5800円です。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。
かがですか。そういう評価をしてくださったんだっていうのがなんか嬉しくなってありがとうございます。いや本当にそのすごさ、パフォーマンスのすごさが伝わったんだと思います。ですね、最高金額10万円マダムシンコさん、テープが流れてきて、本人が初めて歌いはったのを聞いてすごいもう感動しまして、ああめちゃくちゃうまいやなっていうことを分かりました。本当に感動しました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。さあそして加藤さんも同じく10万円です。はい、もう天才の域だと思いますけど、特にあの楽曲の選び方も若い方が楽しめるものから演歌までおやりになるんで、これももう素晴らしいと思います。どうもありがとうございました。素晴らしいパフォーマンス。